こんにちは。今回はですね、できない社員の指導シリーズ7番目のお話をしたいと思います。教育は MP 制ということについてお話をしたいと思います。MP って分かりますかね？RPG、ロールプレイングゲームでいうところのマジックポイントですね。魔法を唱える力のことです。これがいっぱいあったら魔法をたくさん唱えれますし、これがちょっとしか残ってなかったら魔法を使えなくなっちゃうというやつですね。そういうのをマジックポイント、MP って言います。はい、そういったゲームでいうところの MP と、何かを教えてくれる上位の人の意欲は一緒だと思います。これですね、教えられる側が一気に MP を減らす方法みたいなのがあるんですよ。っていうのがですね、教える側も聖人君子じゃないので、教えたい人と教えたくない人っているんですね。で、本来教育って平等に受けられるべきって考えられがちだと思うんですけど、本当日本人って真面目なのでそうお考えの方多いと思うんですけど、私は義務教育までだと思います。それは高校以上、高校大学の時点で平等に等しく教育権利を、教育を受ける権利を与えられるかどうかはもう、教育機関の争奪戦になってると思います。大学特にそうですね。大学は学生さんの自主性に、依存している、授業が多いと思いますから。だって単位を欠席しても何も言われないですからね。高校までだと欠席したら担任の先生とかが何か言ってくると思いますけど、大学に行くとそういうのなくなりますから。なので大学はすでに社会の縮図になりつつあると思いますけど、社会に出るともっと顕著で、やっぱりいくら上司って言っても教えたい人にしか教えないですし、教えたくない人に教えてこんないんですよ、いろんなことを。で、じゃあ教えたい人と教えたくない人って何で決められてるのかっていうと、うまくいってない人ほど差別って思うんですけど、違うんですよ。原因をその人が作ってるんですよ。簡単に言いますけど、教える側にハードなストレスを予感させる人が教えてもらえないんですよ。例えば割と現実的によくある悲しい話で、助けてほしい人がいたとしますと。で、その助けてほしい人を 60% だけ助けてあげたんですけど、 40% 助け損ねましたという人がいたとしたら、これその助けられた人の反応は2通りあって、 60% でも助けてくれたことを感謝してくれる人と、 40% 助け損ねたことを怒る人と2通りいるんですよ。今のお話をお聞きになられてて何となく分かったと思うんですけど、後者の方、 40% 助け損ねたことを恨む方にそりゃ教えたくなくなりますよ、次から。完璧じゃないとその人怒るんですから。なので教える意欲を、その MP を、教える側の MP を突き刺せてるのは実は教えられてる側なんですよ。で、教える側も別に世界にあまねく、ボランティアをするために生まれてきた人ってそんなにいないんですから、世の中。そういうことしたい人もいますけどね、でも相当レアだと思いますから。平等にいろんな教育機会を与えてあげるボランティアが目的で生きてる人ってあんまりいないと思うので、自分にすごいハードなストレスを感じさせる人にわざわざ教えたい人っていくら会社の中の上司でもそうそういないんですよ。なので教える、その教育機会が得られないというのは多くの場合本人の原因であることが多いですから、教える側の MP を削いでるんですよ、教えられる側の方がね。なのでそのあたりをきちんとご理解なさって、教える方の MP を実は削ぐこともできるんですよ。教える人って案外単純で、教えてもらったことにありがとうって感謝する言葉を投げかけるとか、その程度のことでむちゃくちゃ嬉しくなってくれるんですよ。人間って貢献欲求というのがありますから、何か人にいいことしてあげて誰かが感謝してくれたらそれめっちゃ嬉しいって感じる気持ちがあるんですよ。日本人特に強いです。なので、ありがとうっていうのをすごい丁寧にお礼したら MP 増えるんですよ、教える側も。だから次もまた呪文唱えてくれますから、教育って呪文を。なのでどんどん教える側の MP を増やしてあげてほしいなと思います。上手な方ってこれ自然とやるんですよ。なので、今回の話ですね、教育は MP 制、これ教えてもらう側が教える側の MP を補充するように努めて、
言動とか、そのセリフとかそのお礼を言うとかね、そういう単純なことでいいんですよ。気をつけていただければ、教育機会をたくさん得れて、いい人生を送れるんじゃないかなと思います。今回は以上で。